はい、おはようございます。本日はスミデロ渓谷にやってまいりました。トゥクストラグティエレスに来た目的が国立公園とかのツアーに参加するために来ました。まあ、アクセスがいいっていうのもありますので、はい、今日は大自然に埋もれてメキシコの大自然を満喫したいと思います。それでは絶景を見に行きましょう。全然序盤の序盤、ちょっと入り口入って少しですけど、ちょっとありえない絶景、これすごくないですか。これ街から全然離れてないんですよ。街のちょっと外れですからね。これはすごいですね。いやー、スミデロ渓谷とかここら辺来るまで名前も聞いたことなかったですけど、これはすごいんじゃないかな。世界的に知られてもいいんじゃないのってぐらいの谷ですね。街から 3,40 分の距離にこれですからね。いや、ちょっとね、ここからが楽しみですね。スミデロ渓谷開始10分で分かりました。これはすごい。ほほ、中南米に来て私が楽しみにしているのが、見たこともないような野生動物との出会いですよね。おそらく写真スポット、撮影スポットということでしょう。行ってみましょう。いやー、いよいよね、私の人生の経験の中でもジャングルという言葉がね、近づいてきましたよ。いやー、もうね、ここも離れがたい場所。もうずっとボケーっとこの景色だけを見ていたい、そんな場所ですね。ちょっとね、形がホースシューベント、まだ行ったことないですけどね、いつか行きたいですけど、アメリカのホースシューベントみたいな、なんかそんなフォルムをしてるなっていう感じですね。行ったことないけど、この景色だけでツアーの料金払った価値があるかなっていう思うぐらい、それぐらいすごい。はい、ノリがいい。
展望台からどれぐらいかかったかな、1時間はかかってないと思うんですけど、結構車で来ましたね。ついにスミデロ渓谷をボートで行くという、これですよ。なんかワニとかいるらしいですけど、本当いるのかな。野生のワニに遭遇するって人生で経験ないですからね。基本はワニ園とか動物園ですから。いや楽しみだな。これ雨じゃなくて、わこれ雨じゃなくて、あの滝みたいなやつですね。わー、
滝が雫になって